マイアハプロジェクトは、高齢者の体の動きや認知機能、心理的状態、栄養及び睡眠などを改善してフレイルの軽減を目指しています。本プロジェクトでは、高齢者の日常生活で簡単に利用できるデータや埋め込み型センサーを使用した ICT プラットフォームを通じて、フレイルのリスクを早く正確に見つけ、リスクが見つかった場合には ICT を活用した治療法を提供します。このプロジェクトの効果として、高齢者の方々が自ら上手に健康管理を行うことで医療費の削減が期待されていることです。このプロジェクトは、イタリア、ドイツ、スペイン、イギリスほか、ヨーロッパ各地の研究組織、そしてオーストラリア、韓国、日本を加えた10カ国からなるコンソーシアムによって実施されています。日本からは株式会社 JIN 東北大学が参加しています。チンズミームはまずはメガネなんですよね、ご覧の通り。で、ただのメガネではなくて、その日常の中で目の動きと体の動きを捉えて、それをお客様にベネフィットとして提供しましょうというコンセプトのもと作られたメガネです。このマイアハで期待されている役割というのは、その高齢に伴って心身の衰弱が進んでいきますよね。その衰弱をなるべく早期に発見して、例えば認知症の早期発見につながる、パーキンソン病とかアルツハイマーの早期発見につながるんじゃないかっていう可能性が期待されているんですよね。10カ国17チームが関わっていて、その中に日本のチームとして関われることっていうのはすごく嬉しいというか、日本にとってもいいことじゃないかと思ってるんですよね。マイアハプログラムを通じて僕らのチームは思っているのは、その国際社会が持っている高齢化していく社会に対して、このジンズミームが貢献できるかもしれないっていう興奮だったり期待だったり使命感みたいなものなんですよね。もともと医療領域に関わらず、このジンズミームが持っている技術的な側面を、学術的なバックグラウンドを持ってお客様に届けていきたい、 PR していきたいという思いはあるので、本当にそういう機会を得たという気持ちですね。私は脳の研究者です。特に人間の脳の働きを調べるのが専門ですが、この知識を使って健康な人の脳の機能を高めるための生活介入、これ例えばさまざまな脳の使い方をその伝授して、でそれを実際に行うことで脳機能を高めるという研究を行ってきました。もともと私たちはイタリアのトリノ大学とずっと心理学領域で共同研究を行ってきていました。今はグローバル化の中で、まあ、欧州それからアメリカ、こうした研究機関と組んでですね、国際共同研究するということがとても大事だと思われています。ホライゾン2020を組んでいただいて、 EU のたくさんの研究機関と一緒に共同研究する機会を設けることができました。世界の動向をつかむっていう意味では、やっぱりこうしたプロジェクトに参加するというのは意義が大きいと思います。これをうまく利用すると本当にチャンネルが広がります。その学生や研究者たちにとっても、やはりさまざまな文化に触れられる、自分たちとは異なるフィールドの学問を吸収するチャンスが訪れますので、いろんな視点でそれも世界のトップの技術と知識に触れることができるということが、まあ、自分たちの栄養になると、そういう意味ではビジネスチャンスも当然広がりますし、まあ、ぜひ積極的に参加してもらいたいと、こんなふうに思っています。これからですね、このプロジェクトに限らず、もっともっと大きく共同研究が広がっていくと、こういう予感がしています。マイアハプロジェクトにおけるヨーロッパのパートナーは、ホライズン2020の助成を受け活動しています。この動画はジュピステプロジェクト、日本国内のホライズン2020お問い合わせ窓口であるナショナルコンタクトポイントの協力を得て作成されました。科学、技術、イノベーション分野での日欧協力に関わる情報やサポートについては、日欧産業協力センターまでお問い合わせください。